はい、それではまずはおめでとうございます。ありがとうございます、はい、それでは合格者インタビューということで、はい、お願いいたします。お願いします。まずはですね、はい、自己紹介の方を簡単にお願いします。はい、30代サラリーマン日吉と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、はい、職業司法試験を目指した理由をお聞かせいただきたいと思うんですけども、はい、そうですね、やっぱ不動産業界に非常に興味がありまして、はい、それで土地家屋調査士で資格に興味があって、その午前試験が免除になるということで、うん、はい、受けさせて。なるほど、はい、受けました、はい、ありがとうございます。ではですね、測量手法、はい、これ勉強するためには、はい、いろいろ学校もありますし、はい、あと独学とかも考えられるんですけども、はい、このあたりはアガルタカに選んでいただいた理由は、宅建、はい、講座でお世話になってまして、はいはい、去年受けさせ、それで測量士の講座も、うん、はい、始めたってことで、はい、今回それでですね、そ書籍が、はい、あの中山先生の書籍が一冊合格ですね、はい、それを読ましても非常に分かりやすくて、はい、ちょっと講義受けたいなと思って、はい、はい、受けさせてもらいました。はい、ではですね、はい、あの日々の勉強の工夫とか、はい、ヒロさんが持っているものっていうのをちょっと教えてもらいたいんですけども、はい、ちょっともうほとんど受験専念みたいな状態 で、はい、もうちょっと自分がもう今までの学習経験から怠けてしまうっていうのがありますので、うん、もうコワーキングスペースを、勉強できるスペースを借りさせてもらって、はい、もう朝の9時からもう夜の11時はそこに行くって決めて、そこで、はい、一生懸命、はい、設定してます。そういうスペースだと仕事をされてる方も多いんじゃないですか。はい、そうですね、はい、仕事してる方が多いので、うん、そういった緊張感の中で、はい、まあ、ちょっと他の人は一生懸命仕事してる中でやっぱり自分は勉強しなきゃって気持ちに、なるほど、はい、なります。追い込んで、はい、じゃ環境を自分で作ってっていうことですね。そうですね、はい、すごいですね。はい、ちなみにどれぐらいこの学習期間というのがあったんですか。はい、今回2週間2週間、はい、結構短いかもしれない。はい、はい、はい、じゃあそう、本当によく、短い期間集中してやられたっていうことですね。はい、ですね、はいはい、では実際にアガルトの測量手法講座を受講していただいてどうでした。はいはい、もう非常に分かりやすくて、私全く測量の経験もどういったものかも分からなかったんですけども、うん、中山先生の分かりやすい講義と明るい、はい、感じで本当にもう食いつくように見させてもらって、はい、時間もなかったので、もうすぐにその後中山先生の人が過去問をすぐに解くってことだったので、はいはい、もう過去問をすぐ解いた形に、うん、はい、分かりました。なります。はい、ではこだわりのテキストということで、はい、マガルトのテキストっていうのは基本書と問題集と、はいはい、あと3時間の計算問題のやつがあるんですけれども、はい、その短い学習期間で、はい、まあ、どれをですね、どのようにこう使っていったかみたいな、はい、はい、まず講義をですね、うん、もう1日2日で全部見させてもらって、はい、で、もうすぐに過去問を全部解くという形になりますね。はい、で、過去問は何回か繰り返し解きながら、3時間の計算問題をもうずっと繰り返して、はい、やってました。過去問をこう繰り返してやるっていうのは、はい、測量司法試験において有用でした。絶対いいです。あ、そうですか。はい、もう同じ問題がやっぱよく出題されるというのもあるので、はい、もう過去問をマスターすればって中山先生もよくおっしゃってますけど、うん、はい、もう非常に、はい、はい、有用でした。あの3時間のことですか。いや、もうあれがなければ合格です。そうですか。やっぱりもともとサイン・コサイン何だったのかなっていうぐらいのやっぱ数学の知識しかなかったので、うんうん、非常に、はい、ありがとうございます。なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。ではですね、合格した時の気持ち聞きたいんですけども、はい、これ回答速報ですか、それとも合格証が来てからですか。回答速報もホームページ確認して、うん、はい、見させてもらいます。あ、みんな回答速報で、あ、はい、あ、そうですね。回答速報ってどこのでした。あ、要は試験直後に、あ、そうです、あれですね、あ、違う、あの、はい、あ、ホームページ、そうです、あ、国土交通省、なるほど、そうですね、はい、回答速報は見なかったですね。そうですね、自己採点できなかったので、ほうほうほう、はい、1時間半で、あ、なるほど、増えてきたので、はい、じゃあ結構長い間ドキドキしたんじゃないですか。そんなドキドキしました、ね、じゃあこれ、あ、自分の番号見た時は、はい、やったみたいな。いや、もう嬉しかったですね。なるほど、ちょっと半々だったんで嬉しかったです。わかりました、はい、ありがとうございます。ではですね、はい、その今後の展望みたいなのをお聞きしたいんですけども、はい、もちろん不動産にも興味があるってことなんですが、はいはい、そうですね、はい、今あれですね、ただ土地家屋調査士にもすごい興味があって、うん、中山先生がすごいやっぱりいい資格だって、うん、はい、資格の中、あの講義の中でも、おっしゃってたので、はい、で今いろいろその辺も考えながら、ちょっと今後決めていきたいなと。なるほど、なるほど、分かりました。はい、思ってます。測量士とかどうですか。測量士も興味あります。なるほど、なるほど。はい、だから試験が結構難
難しくなる。そう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 。でも面白いですよね、あの測量っていうのは結構。はい、いや面白かった。今回初めて測量の勉強させてもらったんですけど、うん、本当に楽しくて、もう勉強してるときはまた来年測量士受けたいなって気持ちが受かりました。はい、ではですね、ヒロシさんにとって、はい、アガルートアカデミーとはっていうのを一言、まあ、難しいんですけどね、はい、これ、はい、そうですね。やっぱ合格への最短の近道。なるほど。はい、ですかね。ありがとうございます。ではですね、はい、まあ、測量手法を受けようかなって思っている方とか、はい、受けるならどの学校にしようかなとか、はい、あるいは今はもう勉強してるんだけれども、はい、もう大丈夫かなって思ってるんですね、はい、この動画を見てくださってる方に向けて、はい、一言、メッセージをお願いいたします。はい、今回私はちょっと時間も勉強時間も短かったんですけど、もう中山先生の講義で中山先生の言うことを信じて合格することができましたので、もし合格、最短で合格したい方はこの講義を受けられると非常にいいと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます、はい。